38歳男です鉄道アニメ特撮が好きなことをネクラキモイいと終わり小中といじめを受けました、えー、そのため拒絶が極度に怖くなりサブカルなど嫌わせそうな要素を隠し自分を殺し生き続けています自分で調べたらありのままの自分を出せないと孤独の思いと知りましたがいまだにサブカル趣味を出すのが怖いです世間がサブカルが受けるようになったのはいつごろ何のきっかけでかとまたいまだにサブカルを気持ち悪がるやつを論破したのでご教をいただきたいです、えっとあの残念ながらあなたが嫌われた理由はサブカルではなくイケメンではないからです あのイケメンがサブカル好きだとよよりモテるんですよ要はでにモテる人が「えー、そんな趣味があるの面白い」とかっていうのがあってなので最近あのイケメンの若手が「アニメが好き」とか「漫画が好き」とかって言いがちなんですよ。で実際すげえ薄いんですよその「好き」って言ってるアニメとか漫画とかが「じゃあ何好き漫画」って言うとうん「ワンピース」みたいなこと言われて「いや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 」みたいになるんですけどとはいえあのイケメンプラスサブカルはモテようぞで、ね、なのであのサブカル自体がキモいっていう時代は残念ながら終わりました。 なので別にあの鉄道好きでああそうなんだへえ別に大して気にしないが普通ですでそのあなたが持てないのは残念ながらサブカル以外の要素です。 要はその昔いじめられたっていうのがあるので引っ込み思案で自分から声をかけないとかその見た目にお金を使ってないとかイケメンではないとかなのでまずはあの今着てる服全部捨ててあのユニクロで売ってるベーシックなやつに買い直してくださいで全部あの爽やかな色に合わせてくださいで店員さんにあのどれ買ったら爽やかなと思いますかって言えばあの店員さん一生懸命おすすめしてるので言われた通り買ってくださいあのそこに自分のセンスとか反映させないでください。その 持てないやつが自分のセンスを反映させて服を買うとよりダメな方向に行くんですよ。 なので,で、ユニクロで間違っても大した金額にならないので、なので、もユニクロの店員さんにセンス丸投げしてください。で、その服を着て美容室に行って、爽やかに見える髪型にしてください。お任せしますって言って、切ってもらってください。そこもなんかあの、こういうタレント好きですみたいなの出さないでください。なんか、南海キャンディーズの山ちゃんが好きなんですとか言うとひどいことになるから、なのでその、その、もう、美容室の人に完全に任せるっていうのであって、出来上がると、あと、痩せてください。あの、痩せてるだけで人ってなぜかモテるんですよ。 っていうのがあるのでその自分のセンスを信じないっていうので全部他人任せで見た目を変えるとそ他人のセンスの見た目になるのである程度努力はできるようになると思います。あとはあのなんか出会い系だったりとか待チコンみたいなやつであのすげえしょうもないその異性と話をする機会をいっぱい作ってください。その,あの,その話が不得意な人って自分がそのこの人好きみたいな人がいてると余計に喋れなくなるので全然興味のない不細工と話すっていうのでまず異性に対するハードルを下げてください。 かそひげおやじが助走したような人とか見つけてずっと話をしてると別にもう緊張もしないじゃないですか奇めないひげおやじって思いながら話をすればいいだけなのでなのでそうやってその異性と話すっていうのを慣れるっていうのである程度その異性と話しやすくなって見た目も爽やかになってっていうのになると仲良くなれる確率が上がるのでなので原因がサブカルであるって決めつけてるのが間違いだと思うのであの原因をちゃんと特定してそれを解決するようにした方がいいんじゃないかなと思います。